皆さんこんにちは、大輝です。ノアです。はい、本日は MBTI です。やっとね。本当だよ、うん、でも自分 MBTI っていうのがよく分かんなかったけど、性格診断テストですってことでしょ、うん、そんな感じじゃないですか。うん、だったのね、うん、はい、じゃあやってみますか。うん、さっさと。はい、ここにはね、12分以内で終わらせましょう。正直に答えましょう。できるだけ中立の答えを避けましょうと書いてあります。じゃあいきます。オッケー、スタート。スタート。イメールがバリューしないと試食でペチャペチャする。強いね。ちょっと難しいね。少しいいこれ質問どれぐらいあるんですか。めちゃくちゃあると思うよ。あ、今 10% 集中しなさい。なんか遅いわよ。여행계획은철저하게세우는편입니다。아니요、여행은그냥가야재밌는거지。맞아、나도그래。はっきり強く言えない。どっちも大変だ。そんなに。たまに質問難しくない、理解するにも。うん、そう、ね、って思っちゃう。うん、隣でぐちゃぐちゃ。ちょっとここに書いてなかった。何があってもなんか集中ができるんですか、どうですかって。あれ、ノーテした。全然集中力がないじゃないですか。私はできてますよ。すごい。計画を立てその通り。いやー、うるさい。ほら、そうですよ。내성적이고조용한성격입니다。나조금그랬잖아。바아니それ場合によるほんとに。ノアは自分の気分次第よね。まあでも少し S にしとこう。併合하는건어렵지않죠。못하면그냥단발。わかる。후비。終わり。早っ。出た結果。うん、それ一緒に発表しよう。あ、これ終わったの。終わった、ね、終わった、間に合った。拍手。イエーイ、結果出ました。出ました。出たけど、うん、ノアが結構隣でわちゃわちゃ言ってて、自分は惑わされたかもしれない。こっちのセリフ。ノア何なの。私はじゃじゃん、논리적인사색가。 ENTP? INTP? INTPT? 何、科学者みたいな感じ。そう、これ女男知らないよ。女性だと思うけど。大表も見せないよ。最初、じゃあノアの説明の前に、じゃじゃーん、じゃん、主人公だって。 ENFJ? ムカつく。なんで、なんでムカつく。私は INTPT。 うんうんうん、大表は ENFJA。何が主人公なんだよ。おお、すごいね。なんで사색가형은전체인구의 3% 정도를차지하는꽤흔치않은성격유형。 3% だって。全世界だ。何が 3%? 全世界だ。性格だ。이는그들자신도매우반기는일입니다。왜냐하면사색가형사람보다평범함을거부하는이들이또없기때문입니다。너좋아했잖아。이유형의사람은그들이가진독창성과창의력그리고그들만의독특한관점과왕성한지적호기심에나름의자부심을가지고있습니다。보통철학자나사색가혹은몽상에빠진천재교수로도많이알려진이들은역사적으로수많은과학적발전을이끌어내기도하였습니다。이들은사건이나산물의어떤일련의연속성에관심이많으며사람들의언행이불일치되는부분을집어내는트집잡는것을즐기는데이는거의취미수준에가까울정도입니다。오오맞아요。なんか間違ったら私ユーの好きじゃん、 あれ間違ってるよとかさ。이들은상대방을실질적인대화상대로보는것이아니라그들의생각이나이론을펴기위한하나의대상으로여깁니다。喧嘩するのが好きってことだよね。なんか話し合いしてなんか喧嘩するのが好きみたいな感じ。でも合ってる。大輝と喧嘩するとき絶対負けたくない。まあ私は間違ったら謝ったりはするけど、でも、まあ、喧嘩って私一人が悪くてなるわけじゃないじゃん。そうね。
이들에게서업무진행상황에따른보고서따위를제출받기를기대하지는않는게좋습니다아테르딱싫어요그러면なんか仕事とかなんかこうやってるよああやってるよとかなんか報告するのが苦手な人이성격유형의사람은실질적인하루하루업무나유지에는관심이없어요맞아요 하지만일단이들의천재성과잠재력이활개칠수있는환경이조성되면이들은통찰력있고편향되지않은해결책을찾는데그들이가진모든시간과에너지를쏟아부을것입니다すごいエネルギッシュだね それが書いてあるんだよはい、じゃあ読みます、うん主人公型の人たちは天性の指導者で情熱とカリスマ性にあふれていますだって合ってるじゃん合ってるの、うん、指導者だって、うん、まあ今指して干してという人でしょ、うん、指導毎日言ってる全人口の約 2% やばったり何かったはい政治家やコーチ教師として人々が目標を達成し世界に貢献できるよう手を差し伸べ励ましていますいいじゃないよな、うんまあ、人教えてるじゃんそうだね今やってること生まれながらに持つ自信で周りに影響を与え、うん、自身の成長と地域社会の改善に向けて力を合わせるよう人々を導くことに大きな誇りと喜びを感じている合ってる超合ってる大気これ大気だね完全大気合ってる人々を固く信じてるだって信じすぎるねだから私怒る主人公型の人たちは他人を優先し親身で信頼性のある人柄を放出しながらまあ言わなきゃいけないことがあるなら恐れずに立ち上がり声を上げますみたいなダメなものはダメだよみたいなね、うんうんまあ、正義感が強いってことじゃない、うんあ、だけど誰かを信じすぎちゃうこともあるかもしれないってこと、うんうん、大丈夫、私が隣にいるから、うん、相手の問題にそうだ、ね、深入りして過信することがあります、うん、騙すんじゃないよ相手に詐欺しようとしたら私が全部見つかるから、ね、他人に対して心の準備ができてないことは望み以上のことを押し付けてしまう場合もあるので気をつけましょうもう一回だから例えばノアが望んでないのに、うん、これやったらいいんじゃないとかなんかその望む以上のことを押し付けちゃうことがあるから気をつけてくださいわかるウケるオバマと一緒オバマさんへぇ誰ビル・ゲイツだってすごいねオバマもアインシュタインだよ上が韓国語、下が日本語あ、はいこれ相性うん、見てみて、読んでみて上が日本語上が韓国語あ、面白い二人は監督と選手のような上下関係がある関係性になりがちです監督、選手社長、プレイヤー감성풍부한ロマンティストだってよロマンティストじゃないノアのケーキ、ドレスのやつ作ったりとかそうねあれ YouTube やったからやったの作ったんですまあ韓国のサイトとこの日本のサイトちょっと違うちょっと違うかもしれない大気のに大気のにしようこれはちょっと韓国はなんか恋愛ばっかりあ恋愛系これはなんかでも本当監督と選手みたいな例えで持ってる、うん、そしてその人の短所や苦手な部分がよくわかるためアドバイスしたり援助したりしようとしますよかれと思ってやってるわけですがそのやり方が時には管理的になり口やかましく強引になったりしてしまう。私がね。そうだよね。そういうことね。良かれと思って言うんですけどね。それは相手がどう感じるかなんですよ、皆さん。分かる。だから、これは気をつけてよ。あなたたちは冗談と思って言ってることが相手に傷がつくかもしれないよ。うん、だあの相手が気分が悪くなったら、それは冗談じゃないの。うん、OK?、うんでも難しいんだけど気分悪くしないようにこっちも言わない大変に言ってんじゃないですか難しいんだよね、うん、でも主人公だとは思わなかったうん大気は自分が主人公になるとかよりは人になんかこうやってあげるみたいな人だから、うんま、でも監督の方がうんでもここの 中身のその内容は全部合ってたじゃんね、まあ、うん合ってただから本当の主人公はあなたってことですよ私が主人公に見えるけど私はエキストラだったあらあら私も全世界3パしかないから
誇りを持って生きてきます。うん、ビル・ゲイツと一緒。そうだよ。そうよ。私アインシュタインだから。私がこれ作ったのよ。ライトね。アインシュタインが合ってるよね。アインシュタインが作ったよ。エジソンだぜ。アインシュタインはリンゴが落ちてくるの。違う、それニュータンだから。やばいからマジで。やばい。ごめんなさいアインシュタインさん。でもあの舌出してる写真しか。じゃあアインシュタイン何作ったの？言ってみて。作ったっていうかあれ。なんとかなんか理論じゃない。なんかだから次元とかあるじゃん。1次元、2次元、3次元とか説明した人があれアインシュタインじゃないの？あ光が一番速いよって説明した人。速度違う？わかんないわかんない。ああどうしよう、ちょっと頭悪い。いやいやこれ乗せたいじゃん絶対に。そうこういう MBTI でした。自分たちは、うん、結構違うけど愛してる大輝とノア、うん、ってことでしたよ、うん、はい、囚人公とエキストラ。そんなに違くないと思う。わかりました。でも本当に合ってった。これ楽しかった、ね、うん、こんなものだと思わなくて、うんうん、ちょっとゆっくり見てみよう。終わら、ね、終わってからでも。そうですね、ね、終わってちょっとゆっくり私たちまた読んでみ、ま、読んでみたいと思います、うん、はい。そう、皆さんがリクエストしてくれた MBTI をやってみたんですけど、とっても楽しかったです。ありがとうございます。何笑ってる。なんか嘘っぽいから今のちょっと。とっても楽しかったとか。ちょっと違うか。すごくものすごく楽しかったです。じゃあここでバイバイしましょう。 OK。 あ、皆さんありがとうございます。バイバイ。そうじゃないから。まあね、本当楽しかったよ。